西口東口磯子駅は神奈川県横浜市磯子曇り一丁目にある東日本旅客鉄道根岸線の駅である。駅番号は JK06。島式ホーム一面二線を有する地上駅。折り返し用の線路が新杉高田方と根岸方にそれぞれ設けられており、そのうち校舎は主に留置線の出入り用に使われる。北東側には11本の留置線を持つ。 鎌倉車両センター、磯子発出所が広がっている。かつては駅の海側に一面一線の貨物ホームが存在していた。1986年11月に使用停止となった後に大半が撤去され、現在は駐車場や住宅などになっている。残されたその線路の一部が着発線、補線用に各一本工事臨時列車の発着とに約く、 保線作業者の留置などに使用されている。そのうち着発専用は2011年時点で駅構内の信号機が使用停止となっているため側線として機能している。京浜東北線系統の列車の約半数が当駅始発終点となっている。1987年4月1日時点では横浜線系統で当駅、大船駅まで乗り入れる列車が朝晩を除く。 時間帯に設定されており、2018年現在では朝晩に数本設定されている。直営駅であり、JR の特定特使内制度における横浜市内の駅である。開業当初からの協定駅舎を持つが後に改装されており、外観は開業当初と比べると大きく変化している。駅舎内に一つ改札口がある。改札口付近に 話せる指定席券売機、自動券売機、自動生産機などが設置されており、ここから西側に3つの出口が開けているほか、東側には橋が伸びて出口となっている。駅構内店舗には改札を出て右ってすぐ、西口側にベック、エスコーヒーショップとニューデイズミニーその1号テントがある。トイレはホームオフナカタの先端にある。また、 コンコースの改札口付近に多機能トイレも設置されている。当駅泊まりの列車の車内点検を行うため、駅社員が常駐する駅務室がホーム上に設けられており、ここで忘れ物の取り扱いも行われている。2020年度の1日平均乗車人員は15,648人である。近年の推移は下表の通り。二千十六年三月に開設した。 JR 東日本、横浜運輸区西口バスターミナルの磯子駅と東口の湾岸道路上に設置されている磯子駅東口の2つの乗り場がある。本駅引上中線で折り返し、横浜駅へ向かう特急は魔界時号の回送列車。ありがとうございます。